お母さんが新聞を読んでいる間に、萌えさんは朝ごはんを作ります。今日は萌えさんのお母さんの誕生日です。今日はお母さんに何でもしてあげるね。ありがとう。お母さんが新聞を読んでいる間に、萌えさんは朝ごはんを作ります。どうぞ。ありがとう。じゃあ次は洗濯するね。お母さんが朝ごはんを食べている間に、萌えさんは洗濯します。お母さんがテレビを見ている間に、萌えさんは皿を洗います。ねえ萌え、次はマッサージして。ええー。